わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。みんなは未病という言葉を知っておるか。今回は未病対策のヘルスサプリメントの研究をしている人物を紹介するぞ。ここは崇城大学薬学部薬学科、横溝先生の研究室じゃ。未病対策とはどういうことなんじゃ。未病といいますのは、健康と病気の中間の段階を意味します。半健康的な状態になります。未病の原因としましては、不規則な生活や過食、栄養不足、睡眠不足、運動不足、喫煙などが考えられています。それと老化も未病の段階の一つと言います。世の中にいろいろあります健康食品、それらのデータをもとに、我々は実際その健康食品が本当に効果があるかっていうのを動物などを使って調べています。ふむふむ、具体的にどういう研究をしているんじゃ。主に、動物としてはマウスを使っていまして、マウスに、健康食品を長期間与えまして、例えば運動機能を上げたり、腸内細菌の改善したりすることを調べています。健康食品の中には多くは抗酸化作用があるものが報告されていますが、実際その抗酸化作用がどの程度強いか、どういう成分が効果を示しているかっていうのも調べています。免疫力については、マウスを使いまして、マウスの、免疫細胞を活性化するかっていうのを調べています。未病の過程で起こるものとしては冷え症なども含まれますけど、マウスを使ってその冷えに対する効果っていうのも調べています。未病を治すことができれば、病気を減らすことにもつながるの。これからも未病対策の挑戦は続いていくのじゃな。我々は世の中に出回っています健康食品を、材料にしまして、それらの健康食品がどういう効果が実際あるかっていうのを科学的に調べています。そういう成分を明らかにすることによって、さらに免疫力を上げるようなもの、健康食品や、アレルギー、アトピー性皮膚炎などのアレルギーを抑えるものを調べることによって、世の中に新しい健康食品を提唱していきたいと考えています。まずこれはロイヤルゼリーの製品になります。ロイヤルゼリーといいますのは、ミツバチの女王バチが作るこの成分を抽出したものになりますけど、それに乳酸菌でその発酵することによって、腸内細菌をこう改善する目的で調べた製品です。それとコラーゲンも、この腸内細菌や皮膚の保湿効果の改善になると言われていますので、従来にはないロイヤルゼリー製品を開発しました。で、実際マウスの腸内細菌を改善するということが分かっています。この製品は7つの生薬の抽出エキスになります。この製品については、特に抗酸化作用やですね、マウスの場合長期間投与することによって、運動機能を上げたりするということが分かっています。また腸内細菌をこう改善したりするというのも分かっています。今後研究の方針としまして、植物の成分を抽出しまして、体の免疫力を上げたり、アレルギーを改善したりするような植物成分を調べまして、それらを健康食品として商品化していくことを目指しています。崇城大学薬学部薬学科の成長がますます楽しみじゃの。